明日のナイナイミュージックで見逃せない出来事。ナンバーアンダーラインイのパフォーマンスに隠された秘密とはキシ君のマネージャーに叱られた理由が明らかに。驚愕の真相に迫る。こんにちは、皆さん。トベファミリーの皆さん、お元気ですか今日はとても興奮していますよね ?4 月10日、水曜日の夜、フジテレビ系列で、 週刊内内ミュージック拡大号が放送されるんですよ。もちろん番組には我らがナンバーアンダーラインアイがゲスト出演するんです。ドキドキが止まらないですね。明日の夜、日本のテレビ画面は新たな興奮に包まれます。富士テレビ系列で放送される週刊内内ミュージック拡大号は多くの人々が待ち望んでいた瞬間です。なぜなら、 今回は特別なイベントが待ち受けているからです。そうです。そうなんです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがゲストとして登場するのです。そして、そのゲスト出演は一風変わった形で行われます。なんと、それは、ナイ差し入れ選手権が、トベファーストスーパーライブの一環として行われるイベントでのことなのです。なんといっても、私たちトベファミリーとしては、 ハッシュタグないない差し入れ選手権がトゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブで開催されることが最高に楽しみなんです。皆さん、お楽しみに。これは必見ですよね。今回の番組では、岸くんがマネージャーさんに怒られたエピソードが登場するそうですが、その舞台裏や理由は一体何だろうと気になりますよね。これは見逃せません。 みんなでサポートしてあげたいですね。騎士んがマネージャーさんになぜ叱られたのか、その理由は一体何なのでしょうか気になりますよね。この謎は明日の放送で解かれることでしょう。そして、放送では、可愛さとかっこよさが贅沢に詰まったパフォーマンスを堪能することができるでしょう。そう、明日は待ちに待った日。そして、その日が来た時、 私たちは興奮し、ワクワクすることでしょう。数々のエピソードや番組の裏側を覗くことができるこの機会は見逃せません。岸く君やナンバーアンダーライン愛の曲披露、そして差し入れ選手権の様子も楽しみの一つですね。さて、番組ではどのような差し入れが選ばれるのでしょうかそれは私たちの想像を絶するものでしょうか それとも、予想外の出来事が起こるのでしょうかリアルタイムで放送を楽しみながら、これらの疑問に答えを求めることでしょう。そして、番組の興奮はナンバーアンダーライン愛のメンバーだけでなく、トベの皆さんにも及ぶことでしょう。彼らのエネルギーに触れることで、私たちの心はさらに高揚することでしょう。いよいよ、 私たちはこの魅力的な番組を楽しむ準備が整いました。最後に、この番組を楽しみに待っている皆さんに、一つだけ質問を投げかけたいと思います。それは、明日の放送でどんな面白いエピソードが見られるのか、また、番組を通じて何を感じるでしょうか楽しみにしている人は、ぜひコメントを残してくださいね。また、 番組ではナンバーアンダーラインアイの素晴らしい曲のパフォーマンスも見られるそうです。彼らの音楽を堪能するのは本当に贅沢な時間です。かっこいいパフォーマンスにきっと魅了されること間違いなしです。番組での差し入れ選手権では、ト部ファミリーがどんな差し入れを選ぶのかも気になりますよね。これも見逃せません。 どんな天然エピソードが飛び出すのか想像するだけでワクワクしますね。私はすでに予約していますが、リアタイでも追っかけますよ。トベファミリーの皆さんも一緒に楽しんで盛り上がりましょう。さあ、明日は楽しみで仕方がないですね。番組で明らかになること、サプライズ、そして音楽に溢れた素晴らしい時間を一緒に楽しみましょう。 最後に番組でのナンバーアンダーライン愛と飛べファミリーの活躍を期待しています。楽しみにしていてくださいね。以上、飛べオフィシャルジャパンからのお知らせでした。楽しみにしていてくださいね。